こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、Amazon 輸出やっててですね、何か安く仕入れられるサイトはないですかということで、見つけたサイト、このサイトどうですかね？大丈夫でしょうか？ちょっと安いんで怪しくないですか？ということで、相談いただいたサイトがですね、まあ、怪しいというかもう、まあ、怪しい以前に確実にもうこれ詐欺サイトだというね、わかりやすいサイトだったんで、ご紹介します。まあもう、このぐらいのサイトになるとですね、まあそうですね、ちょっと注意すればわかるんで大丈夫だと思うんですけど、まず、書いてあることですね、メーカーならでは、ね、送料無料、メーカーならではって書いてあるんですけど、全然メーカーじゃありませんよね。メーカーだったらね、まあ、こういう商品構成には絶対ならないと。で、それから、お買い物ガイド。ね、これ。こういうふうにコピペしようとすると、画像だっていうのがわかります。まあ、なんでかっていうとね、まあ、ほとんどの場合、こういうサイト、中国の方が作ってるんで、日本語わかんないですね。だから画像にしないと、こういうサイトを量産しにくいんで、コピペで作るために画像を多用してます。本来文字の部分も画像で多用してます。それからね、こういうふうに、代金引き換えが、ね、どものとか、クレジットカードとかいろいろ書いてあるんですけど、結局のところ、このサイトは、支払い方法は銀行振込しか扱えません。ね、詐欺サイトなんで、商品を送らないわけですから、クレジットカードとか使ったらね、商品届いてませんって言って返金させられちゃうんで、意味がないですね。だから特徴として、まず、特徴法っていうかね、特徴法そのものがないんですけど、住所とかの表示がない。電話の表示がない。まあ、なぜなら、電話の表示してるとね、電話かけられたら、日本語わかんないんで一発でバレちゃう。住所の表示がない。電話の表示がないと。それから、ショップ名がね、これ、PC パーツどうの方のって書いてあるんですけど、ショップ名と販売商品ね、さっき見たように時計も何でもかんでも売ってるんで、内容が全く一致しないと。日本語あんまり分かってないんでね、文書と商品内容が一致しません。あとは決済方法が、銀行振込のみという形になってます。で、まあ、これはもう分かりやすすぎる例なんですけど、まあ、他にもね、微妙なライン、あるいはね、一見ちゃんとした、サイトなんだけどちゃんとした方が来ないとか、まあ、日本人がやってるね、詐欺サイトとか、詐欺と気づかずね、偽物を売ってる人とかも中にいますんで、その辺は、またご相談ください。ちょっとでもおかしいなと思ったらご相談ください。あるいはおかしいなと思わなくてもですね、ある程度高いなと、この金額、買って損したら嫌だなという時にはね、相談してください。過去にもね、そういえば、まあ、別に、だから入会しろという脅しで言うわけじゃないんですけど、まあ、半分そういうことなんですけど、過去にね、放射線測定器の、仕入れ先の相談がありました。まあ、ただその方会員じゃなかったんでね、会員向けの相談しかしてませんという返事したらね、それっきり連絡なかったんですね。で、何ヶ月か経ったらまた連絡あって、サイトに実は、200何十万払いましたと。ね、でも連絡取れないけどどうしましょうという相談がありました。それね、私自身も仕入れで使おうとして、危ないなというので、お金を取り戻したサイトだったんで、まあ、あの時入会しててくれれば、まあそういうね、損もしなかったろうし、もっといい商品、もっといい仕入れ先をご紹介できたのになということもありました。で、まあ詐欺サイト、たくさんあります。ね。で、仕入れに使えるサイトも、たくさんあります。で、代表的なところで言うと、ヤフオクは結構使えます。で、独自ショップも、卸のショップも使えます。ただ、儲かる商品もあれば、ね、儲からない商品もあると。出品者によっても同じ出品者でも、儲かる商品と儲かんない商品を売ってる場合があります。これはね、何がいいとか何が悪いっていうのはもう販売方法に合わせて最適なショップを使うしかないです。このショップからね、買えば、あるいはこのサイトから買えば何買っても儲かりますよというようなね、都合のいいサイトはないです。このショップから買えばね、何も来ませんとかね、確実に損しますってサイトはたくさんありますけど、
儲かるサイトの方は逆に、ね、これを買えば儲かるけど、違う商品を買ったら儲かんないというのが普通です。そんなわけで、まあ、仕入れの方はね、まめにご相談ください。で、買いじゃない方は、個別のその今回みたくね、ダメだという方は、個別に相談できますけど、この商品がいいっていうのはね、やっぱり何ができるかとかを、チャットワークで何度かやり取りしたり、あるいはスカイプでお話を聞いて、資金力とかね、何なら目利きができるかとかを聞いて、さらに商品をね、個別に聞いて、で、まあ一個一個、ケースバイケースで対応しないと正直、仕入れの方の相談というのは、やりにくいです。で、そうじゃなくてね、一般論だけで、まあ注意すべき点だけ分かればいいというんであれば、まあ、個別サポートじゃなくてもいいんですけど、個別サポートを受けていらっしゃらない場合はですね、逆にその、いろいろやってみて、いいサイト、あるいはいい商品を見つけるという作業をするのに、個別サポートで払うお金と天秤にかけてですね、どっちが得か。で、資金のある方は、バンバン買えますんで、その場合ははっきり言ってサポートを受けた方が得です。何しろね、変なサイトで、買っておかしな商品来たとか、何も商品来ないとかっていうのを、1回2回するんだったら、個別サポートを受けちゃった方が得です。まあ、逆にお金が全然なくて仕入れ代金ないんだとね、これはもう選択の余地ないんで、個別サポートじゃなくてですね、安い商品から、自分でいろんなサイトとかいろんな場所で買って試すしかないというような形になります。この辺はまたそれぞれどちらが良いか、いろいろ試してみて、あるいは、ね、気になる方はスカイプなんかで、相談されて、決めてはよろしいかなと思います。今回は分かりやすい詐欺サイトのご紹介と、仕入れとかね、について自信がなければ、個別サポートを受けることをお勧めしますというお話でした。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。